ュースバレットのボーカルーそして告白のボーカルー星の総歌でござそうろおはようございますこんにちはこんばんは <laughs> まあ視聴者の皆さんが、えー、何時に見てるのかちょっとわからないで三パトゥーンで、えー、挨拶して 見ました。<laughs> ええー、ケフはね、ケフは、ええー、ちょっといつもと違う感じで、また、ええー、お話ししていきたいと思います。はい、いつもはね、あの、僕が質問とかリクエストいただいて、それにお答えするっていう形をとって、ね、星の外のお悩み相談室っていう、えー。コーナー、うん、企画としてやっておるんですけれども、ケフは逆で、逆でね。うん。 僕の方が皆様にちょっとねお聞きしたいことがあるのでちょっと僕のあの声を聞いてください最後までご視聴くださいお願いしますそしてえー、コメント欄でもえーメールアドレスの方でもツイッターの方でもフェイスブックの方でもどこでもいいん、ね、で感想をくれたらありがた次第でございます <laughs> 今 ごめんね。粒が変な方がいい。入っちゃった。うんで、だいぶ問題ないです、問題ないです。あの、具合が悪いとかしないんで。はいはいはい。あのね、何に悩んでるのかと言いますと、まあ、悩みってほど大層なものじゃないんですけれども、ええー、今でこそ僕はこんな、あの、ロン毛じゃないですか。うんうんうん。もう結構ロン毛歴長いんですけれども、 えー、髪型についてねちょっとどうしようかなーって思うところがあるんですよはい、えー、まず第1位に、えー、と僕が結構秋っぽいんですよねうんうんだからまあ変えたいっていう気持ちがまあほんのちょっとあるんだよねうんだけどなんでなんで短いのにこう なかなかいけないかっていうと僕の性格はすっごい秋っぽいんだよねで一回短くしちゃうと長くなるまで時間かかるじゃないでしかも長いとさアレンジが効くんだようんうんうんだからポニーテールにしたりもできるしアップにしたりもできるうんだから秋防止にもなる、うん、ただデメリットとしては正直めんどくさいよね鬱陶しいよねだシャンプーもやっぱり 多くかかるし量も多くかかるしねブローするのも毎日めんどくさいし <laughs> で俺整髪量嫌いだしで風とかでも,もう顔にこうかかるのも鬱陶しいでしょ短いとさもうセットなんかねあのカットの仕方によってはしなくてもいいじゃない。うん、だから楽でいいなっていうのは。 あ,るあ,ありますよね、うん、ただアレンジが、うん、効かないっていうのと一回切ってあ伸ばしたいな長いあやっぱり論グの方が良かったなと思ってももう取り返しがつかないからちょっと決めかれてるって状況なんですよね。はい、で第2の原因っていうのがあのアンケート取るんですよねたまにライブとかで。あのソーターに どういう髪型にしてもらいたいですか。どういうあのあのヘアメイクであの出て欲しいですかみたいなことをえー、っとアンケート取るとこれがねこれがね見事に半々なんです。僕は私は総太君の短い方がいいと思いますっていうのと私は僕は、えー、ロン毛が 一番創作がいいと思います。それが本当に 50%50% 50、もう50-50なんです。だから、もう多数月とっても、おおどっちうどっちみたいな <laughs>、えーえー。まあ、さっきね、前日した通り、僕、秋っぽい性格だったんで、まあ、その昔、うんは、ね、もうね、ありとあらゆる髪型をしてましたね。もう、瞑想してましたね。だってだよ、だってね、僕の、 この綱でだよもうほんとは別としてたよ、ね、だって赤とか青もやってたことあるしグレーみたいなマット系みたいなのもやったことあるし、まあ、金髪もやったこともあるし茶髪、うん、もやったことあるしうん,うんでもなんかこう「いいね」っていう人と「えー、それあんま良くないよ」っていうのがもうそこもでも半々。 うんだったうん、まあ、もうひかはギャグでしたけどね <laughs>。<laughs> まあ、そんな感じでちょっとね、髪型についてみんなの、えー、ご意見を賜りたいと思います。えー、もう一度言います、えー。YouTube のコメント欄でもいいし、えー、僕の質問、リクエストをお寄せくださいメールの方にメールいただいてもありがた,ありがたいですし、Facebook の方でも Twitter の方でも。 もしくはアメブロのメッセージにもでも受け付けておりますのでみんなの、えー、感想、えー、下のないご意見ご感想お寄せくださいよろしくお願いしますじゃあ、待ってます一緒に軽がってくわぜどんなソウタが見たい